はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。と今回はグレールで1万円分お買い物をしたので、それを紹介していこうと思います。ではレッツゴー。はい、早速紹介していこうかなと思うんですけど、今回は1万円以下で1週間の着回しのコーデを考えながらちょっと洋服を購入してみました。でその動画も撮ってあるんですけど、ちょっとねこれと一緒に流してしまうと長くなりそうなので、その動画は次回出そうかなと思ってるので、まず私が1万円分購入したものたちを紹介していこうと思います。まず1つ目が今この着てるトップスなんですけど、オレンジ色のニットを購入しました。でこのニットのお値段が999円です。1000円以下でゲットしたニットになってます。袖のところがちょっとね緩くなっていて、首のところは丸くなっています。なんかなんていうんだろう、ニットなんですけどそんなにモコモコしてないので、春先でも全然涼しく着れるかなと思います。で2つ目がじゃん、こちらのシャギーニットです。これは色味がパープルで、でこれも999円でゲットしました。こっちの方はね首元が V ネックになっているので結構すっきりした感じに着れます。で3つ目がこちらの花柄のブラウスかなになります。これは1399円でした。ちょっとねなんかわかりますかね、肩のところがちょっとフリフリになっていたりとか、胸のあたりもねフリフリになっていたりとか、後ろもフリフリがついています。首回りもフリフリしているので結構女の子っぽい感じのトップスになります。これはねすごい柄が可愛いなと思って、いろんな色が使われているので黒なんだけどちょっと重すぎない感じになっています。はい、4つ目がじゃん、こちらレースのトップスです。でこれは1199円でした。今季流行っているこのレースのトップスをちょっと1枚購入してみたんですけど、まあ、全部透けているのでこれだけで着るのはなかなか難しいんですけど、今回はねインナーとしてちょっと着たいなと思って購入してみました。5つ目がじゃん、こちらスキニーパンツです。これが1899円で買いました。これ結構ねストレッチが効いているのですごい履きやすかったです。こういうねシンプルなデニムは本当にオールシーズン使えるし、一つ持っていて損はないので、はい、今回買ってみました。で6つ目がじゃん、こちらのニットのタイトスカートになっています。私はブラウンをチョイスしました。こちらが1099円で購入しました。横のところにねちょっとスリットが入っていて全然歩きやすいし、ウエストもそんなに締め付け感がないのですごく楽に着れるなと思います。で7つ目がじゃん、こちらのシューズです。これは1299円で買いました。厚底になっているんですけど、厚底のところがコルクになっていてすごいおしゃれな感じになっています。私はブラックをチョイスしました。ここがね全部つま先も見えてないとちょっと冬っぽい感じがするかなと思うんですけど、つま先が空いているので全然春とかでも夏とかでも使えるかなと思います。で次でラストなんですけど、ラストはこちらです。ブラウンのサボサンダルを買いました。これは899円でゲットしました。サボサンダルになっているんですけど、私はねブラウンキャメルをチョイスしました。こういうねサボサンダルは本当にささっと履けるのでめちゃめちゃ楽ですよね。でなんか雑誌で見たんですけど、今季サボサンダルも流行りの中に入っているそうなので、はい、今回サボサンダルをゲットしました。ヒールもすごい太くなっているので安定感もあってめちゃめちゃ履きやすかったです。はい、私が今回購入したものは以上8点になるんですけど、全部で9786円でした。今回1万円以下でこんだけ買いました。めっちゃ安いですよね、本当にグレールって1万円以下で8点購入できるのですごいお買い得だなと思います。で今紹介した8点で1週間コーデ着回しながら1週間コーデ組んでみたので、またその動画も次回あげるのでぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。今回はこんな感じでちょっと短いですが、グレールで1万円分の購入品を紹介してみました。少しでも参考になったらなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。